帰宅ラッシュの東京池袋。沖縄県民はですね、全国の、人口のですね、約 1% しかいないんです。 1% に 99% の安全保障になってもらってる。黙認したまま安全保障って言えるんですか？マイクを握るのは参院選東京選挙区から出馬した中村みどりさん。足早に通り過ぎる人たちに語る公約は、嫌なものは逃げにくい沖縄にを実現できたという現状があります。沖縄の米国基地をですね、東京へ引き取る、こういうことを政策として掲げさせていただいております。沖縄の米軍基地を東京へ引き取る、6枠を争う34人の候補者の中で唯一沖縄の基地問題を公約に掲げた候補者です。党員が2人っていうのは私のせがれと私なんですよ。あ、せがれは名前を貸してくれてるみたいな。もう実質一人です。仕事の木工大工もオンラインで通っている大学も選挙優先で一旦休止。孤軍奮闘、初めての選挙です。私どもはおそらく商店街練り歩いたりという感じで、はい、ここでそんなにやることはないと思うんですけれども、東京選挙区に多い著名人候補者のような知名度もなければ、およそ1万4000ある掲示板すべてにポスターを貼り出すのは経済的にも労力的にも厳しい状況。そんな中村さんはこの出馬をこれまでの社会活動の集大成だと話します。18歳で右翼の世界に飛び込んだ中村さん。右翼といえば愛国を歌い、自国優位を掲げるあまり排他的な側面を見せることもありますが、1880年代90年代活発だった右翼ってやっぱりすごく中国との親睦があって、みんなそれぞれがどうやったら今をよくできるかっていうのを対話してきたっていう側面があって、私はこれをザ・右翼だなと思ってて、中村さんは考えの違う人たちとの対話こそ大切にしてきたといいます。2016年、自らの右翼団体を立ち上げた頃、中村さんはたびたび沖縄に足を運ぶようになります。見えてきたのは過重な基地負担の現状。日米安保体制に守られた本土が負の側面が強い基地を沖縄に押し付ける構図。右翼活動では変えられなかったこの現状を政治活動で変えるのが出馬の理由でした。米軍基地を東京に引き取る上で中村さんが移設先として提示したのは東京湾。壮大な構想の拠り所は1959年、当時の政界や財界の大物らが示したネオ東京プランです。予算の都合で断念はしましたが、人口過密問題解消のために東京湾の3分の2の埋め立てを綿密に計画したものでした。誰かに基地引き取りの構想について問われれば一から説明する心づもりで、中村さんは街頭に立ちます。が、多くの人は気にも留めません。沖縄の米軍基地を東京へ引き取ると、中村みどりと申します。それでも耳を傾ける人たちの姿が。一番大事なことは沖縄から基地を取り除いて、でそれを自分たちが住んでるところに持ってきますよ、持ってきてもいいんですか、持ってきますよって、それを本気で言えるっていうのがすごい大事だと思うし、中間さんの場合はもうそれを主張し続けてでぶれない、そういうところすごいなと思ってます。
他の場所の街頭演説でも、やっぱり沖縄だけに危険を押し付けるのは良くないって、まあ、それを含めて安保をもうみんなのものとして考えなければいけない。今月8日、安倍元総理が銃撃されました。多くの街頭演説が自粛される中で、中村さんが足を運んだのは総理官邸前でした。午後2時ですね。私の友人がですね、このようなことを言いました。何がこの命の違いを生んでいるのかと。沖縄で殺されてった命、そして今日失われた命、考えなければなりません。安倍元総理が銃撃される前の日、沖縄ではアメリカ軍基地に近い金町の民家で銃弾らしきものが見つかっています。基地からの流れ弾であれば人命に関わる大きな問題ですが、東京のメディアではほとんど報じられず、政府も積極的な言及はしていません。沖縄のそういうところでこういうことが起きても止めない。でも安倍さんが亡くなったっていう、銃撃されて亡くなったっていうことに関しては、なんかこうこれに屈しないみたいなことを言う、命の重さを考えさせられるというか。いくら憎くてもですね、殺されていい命なんてないんですよ。でもなぜじゃあそれが起きたんでしょう。今日なぜ起きたんだ。生ぬるいことやってるからなんだよ。みんなが、私も含めてですよ、民主主義をちゃんと実現しなきゃいけないんですよ。そのためにもですね、沖縄の声も聞きましょうよ。勝ちにつながらない場所での演説こそを大切にした中村さんの選挙。獲得票数3043票で落選でした。こう出馬することによって、3000人はそういう同じ思いの人がいるっていうことが分かった以上、やっぱり次じゃあ5000人目指して、1万人目指してやる必要があるっていう、そういう意味ではすごい大きな手応えを得たので、まあ、再来年になるんですかね、都知事選やるしかないなと。沖縄の米軍基地を東京へ、この主張は変えず、中村さんの次の選挙はすでに準備が始まっています。こうした声が東京で上がっていたんですね。基地問題について改めて考えたという方もいらっしゃったのではないでしょうか。そうですね、選挙戦ってどうしてもこう政局の行方に注目しがちですけれども、中村さんの訴えに賛同して票を投じた方が、3000人余りいるということは、東京選挙区の当選者や社会が受け止める必要があるのかなと感じま す、ね、実際に今井記者によると、初めて自分事として捉えたという人たちもたくさん出会ったということでした。中村さんは次は東京都知事選、次回の参院選にも視野を入れているということです。以上、特集でした。